松山市港町4丁目のギャラリーリブアートで重本秀吉新作墨絵展2017シャドウ&シェードプラスが開かれています。松山市出身で現在は東京在住の墨絵アーティスト重本さん、今回は東京の展覧会で好評だった作品をはじめ新作などおよそ60点を展示しています。テーマはいつもの通り躍動ということで、躍動の墨絵、新しい墨絵というのが大きなテーマなんですが、今回はやっぱり時代もの、得意なスポーツもの、音楽に加えてちょっとこう新作では風景だったりとか女性だったりとか柔らかいタッチの作品とかも出してるんですね。ちょっと新象風景、抽象のような感じなんですが、ちょっとよく見ると街だったりとか、そういうのを墨にすると面白いなと思います。松山の皆さんには、結構おなじみな墨絵というか街にいろいろあってご覧になっている方もいらっしゃるんですが、やっぱ現場に来て、墨の匂いとかその墨の光り方とか、そういう新しさを発見してほしいなと思って、やっぱ個展をするなら、年の初めなので松山でしたいと思いましてやりましたので、ぜひいらしてください、はい。会場には躍動感あふれる墨絵の作品が数多く並びます。この展覧会1月15日までギャラリーリブアートで開かれています。